僕はもうあんまりパソコンやらないんでよく知らないんですけど、パソコンでビートルズの例えばまだエレキギターが入ってない演奏とか、ね、あとボーカルも入ってないやつとか、そういうのがあるんですよ。この間それでその中でね、さっき聞いたルシン、ルシンですか、じゃなくてシーズリーミーホーム、シーズリーミーホーム の一番目タカ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 タですけど、実際はですね、変えます。変えて弾いてます。帰ってきてもらえる。僕はね、アイシャープで人間のがあって、それをタカ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 ってやってると思ったんで、あれはだからそうやって録音して後でディレイっていう機械もありましてですね、その機械を入れてありますね。それは絶対わかりません。最近はもうひどいですよ。最近はですね、歌を直す機械とかね。ありがたもあるんですよ。だから最近はですね、もうここのところだからみんなCD でいくと、J-POP の人たちはものすごく歌がね、ピッチがバッチですよね。あんまり変に音が外れたりなって。する人はいませんね、ほとんど。ああできるわ。あれ機械なんですよ。全部後で機械直すんです。浅田さんとかもよかったな。そうなんですよ。でハモリもすごくいいでしょ今の、あれみんな機械です。ほとんどの場合だからステージ来てみないとわかんないライブで。スマップはですね、スマップはだいぶ直してありますけど、スマップはね、直すのが上手ですね。スマップは下手に直してある。下手に直すの？下手なとこ上手に、ちょっと下手なとこ上手に直しすぎないよね。やってあるんですよ。仲良くみんな大してうまくないから。特にピッチャーは悪いです、みんな。ピッチャーなるほど。でもね、それぐらいに上手に直してあるので、偉いなと思いますね。スマップは、だからステージやってバレるとかそういう問題じゃなくて、多分あれがいいと思ってるんですよね。下手さ関係なんて。そこが偉いと思うんですよ。そこはディレクターの腕というか、プロデューサーの腕というか。あ、いいんですよ。妙にね、直してね、上手くなって面白くなくなるの、歌ってね、不思議なもんでね。なんかやっぱ肉声に近い方がある種の説得力が出てくるので、それは上手い下手ってのはね、その辺難しいです。音楽は上手きゃいいってもんじゃないですね。不思議なもんですよ。勇気づけられる。ありがとう。いや本当ですよ。大事なことはやっぱりどれだけ自分を出せるかっていうことなんですね、きっと。絵でも何でもそうでしょ、きっと。結局最近気がついたんですけどね、最近遅すぎるかもしれないですけど、芸術って言われるものは自分を表現することだと、そこに気がついたわけですよ。ということはですね、絵も何でもそうなんですけど、自分以上のものを作ると思っちゃダメってこと。自分以上のものを作ろうと思ったら、今の自分より高い自分にならないとダメってことですよね。それは自分以上だって、もうその自分になってるわけ。その前の自分とは違うわけだからいいわけです。でないとどうもね、説得力がないみたいですね、いろんなことに。それはテレビなんかいろいろ見てみますけど、もちろんクラシックもそうだし、全てそうなんだけどね、最近ね、なんかね、本当にちゃんとした人がどうかがね、演奏によってだいぶ分かってきましたね。例えばちょっと言いにくいから言わない。それは言わない。言わない。ちょっと言えば、一つ言おうか。これはこの間、1年ぐらい前に、ほらギタリストの有名な人いるじゃない、ジャズで。ジャズ初
美さん、渡辺克実あの人は一人でね、あの BS でやってたんですよ、スタジオで。で、あの克実さんがほとんど一人だって、あと何曲か2、3曲を他の人とコラボでやるだけのやつなんだけど、結局あれスタジオでやってるわけだから何回撮り直してもいいはずなんですよね。でも多分あれは1回しかやってないだろうなと思ったんですよね。だからそれはないだろうと僕は思うわけですよ。あの番組として作ってですね、ライブでなくて作ってるわけだから、何回目に直してもっといいの作れよって言いたくなるんですよ。ああ、うん、えらい多すぎて、もうちょっと、もうちょっと上手でしょあなたみたいな感じ。それはありましたけどね。でもまあ潔いというか潔いっていう感じもありますね。年齢上でしょ。ユーロサンマリン懐かしい、ね、懐かしいね。Thank you.
ました。ちょっと CD をご覧ください。終わり？本当にまだあるでしょ。自分の CD 買ってもらえたら。あのまま行ったら Thank you.